前回の世界大会で初めて訪れたロンドン。惜しくも3位に終わった昨年の結果に飽き足らず、場所を選ぶことなくターンテーブルに向かい続けました。あらゆる音楽のビートを彼独自のセンスでオリジナルな一つのサウンドに束ねていきます。自分がやってきたことを信じてやってきたから、その他の人真似とかしないで、まあ、今年もそういう音楽全ジャンル使ってやるっていう結構まあ新しい試みだったん でそれでの成功もまた、まあ、本当に嬉しいし、自分のやってることに自信を持って貫き通すのは勝利への道だと思います。急遽ケンタロウさんに来ていただきました。すごい、素晴らしい。よろしくお願いします。およすぎと久しぶりに感動しましたね。僕はねえ、ちょっと映像を見ながら、うん、ライブの映像を見てゾクッとくるの久々ですね。すごい、ちょうどこれね、ご本人にお会いする前に三沢さんとね、うん、その、まあ、チャンピオンになられたということで、うん、優勝されたということで、どういうのが基準なんだろうっていう話をちょっとしてたんですよ、うん、はい、僕らちょっと分からないんで、うん、ただその他の人見てないですけど、そのあの健太郎さんの映像見ただけでなんか、あ、もう納得っていうか変ですけど、なんかすごい、これはすごいなっていう。ありがとうございます。でまたあの受賞式の時、周りがなんか納得したじゃないですか、ね、お前だよっていう、なんかこうプレーが終わった後って今年はいけるかなっていうような、なんか自分で手応えとかってあったんですか？あ、プレー終わった時はもうすごい、その6分間なんですけど、それはもう本当に今まで家で練習してるよりももっと完璧にできたんで、あの場で手応え、あ、やった、そうですね、自分に納得いってましたね。なるほど。すごい、でもリラックスね、されてるか、ね、あれすごい妙に落ち着いてて、もう本当は緊張とかするんだろうけど、逆にこう、あ、観客がなんかまあ何千人もいて、それにこうかきたてられて、その精神状態はバッチリでした、ね、いやすごいですよ。だって世界ですから、ね、別にその周りに知り合いが「おい健太郎頑張れ!」とか言ってくれてるわけじゃないじゃないですか。知らん人ばっかりが、それもごっついね本当に実力でもぎ取ったって感じですよね。すごい嬉しかったです、それが。今せっかくあのターンテーブルがあって、はい、しかもチャンピオンがいらっしゃるので、三沢さん、グーさん、教わってみませんか？あ、そう、ずっとお話だけ聞いて終わろうかなと思ってたんですよあ、でもこれってやっぱり、でもこれ商売道具じゃないですか、宝物じゃないですか、はい、他の人間がこう木とかやったりして、うん、あ、もう全然大丈夫ですよ。板前で言ったら包丁みたいなもんですからね。そこの人がいじったらちょっとっていうのは、グッサンやらせてもらったら、ぜひぜひ。うわ、言うても DJ もうビッグシャバジー、今ミサトさんすごい声出したの思った、今こっから聞こえた、ほいってボファー言うから急に何やねん思ったよ、今びっくりした。真後ろから聞きましたよね、今。うん、すげえグッサンなんか今日 DJ っぽい格好っちゃ格好ですよ。あ、忘れてる忘れなもかたせなきゃなわい。えじくんぼつたばく NHK だけすごいベタなんだ。えじくんぼつたばく。うちでやった方が早いんじゃない？ひしびてはけた。あ、これケイムスか。ケイムスクさん、それ。失礼しました。これちょっとギュギュってやってる。まだやってないよ。イメージをね。あ、これどっちに？前です。こう。前後ろ。そうですね。前後ろ。あ、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 鳴らした、鳴らした、鳴らした。かっこいい。いい音だった。ドキッとしたもん。うん。言った言った。うん。あ、うまい。今イメージした通り、グッさんがイメージした通りの音になりましたよね。こうですよね。はい。あれ？ダメだ。あ、いいね、ダメだ。グッサンとちょっと違う。お、なんかトントンっていうのは欲しいですね。トントンって早めにやった方がいいよね。大きめに大きめに。ああ、あ、いやいやいや、なんとなくわかります。やろうとしてることわかりました。まあ場所によって、うん、全部違う場所によって。それはもうすごいですよ、これ聞いてたらね。